稼げないやり方をしてる限りでは稼げないんですね。今回は貧乏生活脱出計画っていう話をします。貧乏生活を脱出する方法ですね。貧乏生活ってね、僕も経験してるんで、すごいね、あれ大変ですよね。僕もね、お母さんが僕働けなかったんで、うち母子家庭で、お姉ちゃんも5つ上にいて、2人ともね学生だったんで、すごい家が貧しかったんですね。まあ、すごい貧しいって言っても、そのカップラーメン食べてるような感じじゃなかったんですけど、まあ、しっかりご飯食べさせてもらってたんですけど、生活保護とか受けながら生活してたぐらいなんでね、そんなにすごい裕福じゃなかったんですよ。で、その高校生の時にお母さん死んじゃったんで、まあ、その後はね、おばあちゃんとおじいちゃんとこ行ったんで、まとめに食べてたんですけど、その後ですよ、大変なのは。高校卒業した後に結婚して、2年くらいで別れちゃって、その後大学行ったんですけど、その結婚してる間っていうのがめちゃくちゃ貧乏だったんですよ。まあ、それは僕が働きたくても働けなかったんですよ。なんかその時の僕っていうのはすごいへたれていて、おばあちゃんに電話して10万円貸してとかね、いうような感じだったんで、すごい大変でしたね。貧乏節約レシピとかね、やってましたし、あれすごい、ね、大変じゃないですか。で、生活をね、もうずっと何十年も続けていくって結構過酷ですよね。なんで今僕貧乏生活してないんで、どうやって貧乏生活でなくなったのかっていうことをお伝えしたいなと思います。どうやって貧乏生活から脱出したのかってことですね。貧乏やってる人って僕ね、悪くないと思ってて、そんなに人から見下されたりすることあるかもしれないし、僕も見下されてると思ってたんですけど、その個人っていうのは。でも生活環境ってあるじゃないですか。金持ちの家に生まれたら、それこそ別に何もしなかったら金持ちで、裕福にやっていけるんで、自分はたまたまそのね、お金がない家に生まれただけなのに見下されるとかって意味わかんないじゃないですか。ぜひ脱出してほしいなと思います。で、貧乏生活脱出計画についてお伝えするんですけど、まずは貧乏人の特徴っていうのを押さえておいて、でそこからそれを変えていったら、貧乏生活脱出できるようになってきます。ちょっとずつ。なんでまず貧乏人のちょっと特徴ね、僕が昔感じていたというか、昔そうだったなっていうところをお伝えします。はい、NG な思い込みっていうのはいろいろあるんですけど、ベスト3を書いてみました。ベスト3ね、まず1つ目、努力と収入は比例すると思っている人結構多いですね。これダメです。努力と収入っていうのは比例しません。ちょうど今日僕のね、ママ友に、話をしてたんですけど、ママ友と話をしていて、まあ、僕が結構時間をかけずにお金を稼ぐっていうことができてるんで、先月の収入も、450万とかあったしね、まあ、600万いく時もあれば、まあいろいろなんですけど、すごいパートとか頑張ってやってて、子供とね、子育て2人しながらパート頑張ってやってるんで、僕としては結構ね、助けてあげたいところがあって、で子供と一緒にいてあげてほしいなっていうところがあったんで、よかったら、話聞くかという話をしたんですよ。そしたら僕その子にね、僕こんな感じでね、今ね楽しんでるんだよって言ったら、いや世の中そんないい話はないんだよ、そんなこと言ってました。でそれも完全に NG、 ダメ。努力と収入は比例しません。稼げないやり方をしてる限りでは稼げないですね。それは勘違いです。思い込まされています。はい、次、稼ぐには才能が必要。これも間違いです。稼ぐのに才能なんかいらないです。何兆円クラスで稼ぐんだったらビジネスの才能が必要かもしれないけど、月収数百万とかその程度だったら別にいらないですね。必要なのは知識なんですよ。なので稼ぐのに才能が必要っていう思い込みをまず捨てましょう。これを言い訳にしてるね、人が多いよね、本当。そんなことないんで、あなたにも稼ぐことができます。もしあなたが今貧乏だったら貧乏脱出できるんでね。チャンスに乗らない3つ目が、チャンスなんか来るわけないと思ってるのか、まあ、チャンスが来てもとにかく乗らない。これがよくあるパターンですね。もう一回言いますね。努力と収入は比例しません。努力と収入比例しませんよ。で稼ぐには才能は必要ない。必要なのは知識ですよ。でチャンスが来たら乗んなきゃダメですよ。もしね、これ見てる方が人生変えてないとか、貧乏生活嫌だなで脱出したいなと思ってるんだったら、この3つをまずね、意識してください。そうしたらちょっとずつ変わってきます。チャンスが来た時にパッと乗れるようになるんで、拒否しないでくださいね。チャンスが来た時によろしいでしょうか。はい、貧乏生活脱出のための方法、この3つまず実践してみてください。はい、では、今回は以上です。でこれやってみてどんな変化があったかっていうのをぜひね、コメント欄に、コメントいただければ幸いです。必要がある場合は、コメント欄に、入れてみてください。ちょっと全部ご答えかわかんないですけどね、できるだけ目を通すというか、目を通しますんでよろしくお願いします。では失礼します。